加藤のイージーキット公開機セットを開けていきます。これは以前に伏線効果で遊んだ際に一緒にポチってたんですけど、ようやく開ける時が来た。加藤ユニトラックイージーキット公開機セット、中央に写真が載ってます。 E1 が写ってますね。ちょっと懐かしい写真。そしてスッ、車両、ユニトラック、シナリー用品などは製品に含まれる。この商品も割と長いことラインナップにありますよね。作りたいなと思ってたやつです。じゃあ開けましょう。オープン。てってれー。デカプチプチだ。これをベロッ。おお。やっぱりこういうキット系はワクワクしますよね。楽しいわ。説明書。あ、シールもいっぱい入ってる。多分このシールは貼られることないのかな。で、説明書。イージーキットとあるんで、イージーやとは思うんですけど、本当にイージーなんでしょうか。駅のプラモデルっていう感じやね。じゃあ中を見ていきます。じゃあとりあえず全部出すか。そして主要パーツだけ寄って見てみます。これが高架駅シャブ。でっかいパーツですよね。箱状パーツで、駅のエントランスになるんよね。パーツは分割されてて、ああ、中こうなってんねや。改札の部分とかも表現されてます。やっぱりここは作り込むなら塗装して色分けとかすると良さそうやね。でも今回は素組みでいこうかな。1階部分はこうなってる。すごいね。でこれは四隅にネジ穴があるんで、付属のネジで留めるんかな。そして反対部分は駅背面にも一応ディティールは入ってますね。今はただの箱ですけど、ここに窓ガラスとかが入ればにぎやかになりそう。次、これが高架駅店舗部。店舗部ってことは店舗なんかな。パカ。あ、これも中のディティールがすごいな。テーブルと椅子がいっぱいあります。あと2階部分のパーツがこうですね。座席とテーブルがちゃんとついてますね。室内灯とかが入ってても良さそうやね。で、反対側、背面は従業員扉とかダクトみたいな表現もあります。そして高架プレートの側面のパーツが入ってますね。これも薄い板状のパーツ。出そう。よいしょ。いきます。じゃっ。本当にプラのでっかい塊っていう感じ。そして高架駅の延長プレート部の底面、これの横にさっきのプレートがつくんよね。こんな感じ。この部分の組み立ては簡単に終わりそう。ホーム乗せれるんで結構デカめやね。そしてプレートの下に来る橋脚は伏線の高架セットに入ってたものと一緒ですね。こうです。あとはランナー系パーツやね。これを1枚ずつ見てても仕方ないんで、説明書見ながらサクッと組んでいきます。じゃあ組んでいきます。まずは窓パーツを切り離して壁面にはめる。でっかい窓やな。そして切り出したパーツをはめる。以上。はい、はまった。他の窓ガラスも切り離してはめていきます。ここら辺はそんなに難しくないかな。さすがイージーキットやね。はめる。こうやね。そして壁面をプレートに差し込む。ここのはめ合いはそんなにキツキツじゃないんで、遊び終わった後に分解っていうことも可能っぽいね。同じ感じでその他のプレートも仕上げていきます。窓ガラスをはめるだけ。続いて駅舎本体も作っていきます。ここもガラスパーツを切り出してはめるって感じやね。基本的な構造は全部一緒。切り出した窓ガラスをはめていきます。よいしょ。うまいことスリットになっててはまるようになってんねや。そして隣も。あ、ここはちょっと緩いんで接着した方がいいかも。ゴム系でひっつけます。よいしょ。同じ感じで窓をどんどんつけていきます。おお、やっぱ窓つくと良くなるわ。そして背面も一緒やね。パチパチはまるんでストレスなく組めるのは嬉しいね。そしてひっくり返して天井裏、ここには付属の案内板パーツ取り付けれます。切り出してシールを貼ってからここに設置する。ただ僕はシールを貼らないんで、今回はこの部分を割愛します。いや、今度つけましょう。今度。次、2階の床部分も組み立てます。同じように切り出したパーツをはめる。これは玄関のパーツか。同じようにゴム系で留める。同じくここも留めます。よいしょ。ここら辺のクリアパーツも本当はシールを貼ってから組むみたいですが、今回は割愛。また今度やりましょう。次、駅舎1階やね。ここも玄関部分のパーツを取り付ける。
そして階段パーツと階段の柱パーツを組み立てる。そしてこれをここにはめる。はい、しっかりはまるけど接着してもいいかもやね。あとは床部分を重ねて、そして付属のビスで6箇所留めます。付属のビスで留めます。あんま強くするとプラが割れちゃうんで、優しく留めるぐらいでいいと思います。ここもほい。そしてその上に2階部分の駅舎をかぶせる。で、上の2箇所をビス留めやね。ビス留めは面倒くささもありますけど、バラせるっていうメリットがあるんでいいよね。よし、こう。はい、これで駅舎部分ができましたね。ちょっと中が暗いですけどかっこいいね。で、この天井部分に最初に作ったこの壁面のプレートが乗るんやね。こういうことか。あ、すごい、いかついわ。かなりボリュームありますね。おお。次、店舗部分やね。ここも同じように窓ガラスをはめます。うん、パチッとはまりますが、一応ゴム系で留めてます。ほいで、裏側も同じやね。うん、しっかりバチッとはまりますね。ほいで、店舗の1階部分にガラスパーツをはめておきます。で、この上に2階部分を乗せる。乗った。さらに建物部分を乗せる。で、裏返してそこからビスで留めるのか。ビス2箇所留める。よし、できた。同じものがもう1セットあるんで同様に組みます。あと残りのプレートも作っておきます。これ側面の壁を取り付けるだけやね。よいしょ。反対側も。よいしょ。で、この高架機のプレートの部分の端っこね、ここには別パーツでエンド部分も付属してます。左右それぞれ2パターン入ってるんで、これをはめておくことができますね。もう1パターンは、これは必要箇所によって取り替えるってことですね。はい、これで組み立て終わりましたね。完璧にできてないけど、できた。はい、これが加藤の高架駅セットやね。中央部分が駅舎 で、その左右に店舗の建物が入ってます。そして上に高架プレートが乗ってるんですけど、ここは上に乗ってるだけやね。接着ではなくって乗ってるだけ。それぞれの高架プレートは付属の S ジョイナーを使って接続してます。建物部分は S ジョイナーをひっくり返して接続してます。そして両端のプレート部分は S ジョイナーで接続した後に橋脚にはめ込んでますね。一つの高架駅プレートの長さは S248 と一緒やね。それが5連つながってるんで 248×5 だから全長は結構長いですね。そして駅中央部分寄ってみるとこうです。でっかい窓ガラスが特徴的やね。プラっぽい質感はありますけど、組んでみるとでかいっていう印象が勝つんで、そんなに気にならんかな。前面には付属の駅名の看板をつけることもできますが、割愛してます。上から眺めるとこうですね。駅の大きさがわかると思いますけど、ここにレールとホームを乗せることで駅の完成やね。じゃあそれやってみて、列車走らせて眺めよう。はい、一気にレイアウト組んでみました。伏線硬化セットと組み合わせてます。やっぱりこれ組むと結構でかいですね。半径も大きいんでテーブルの上には乗らんかった。これはうちでは毎回組めなそう。駅寄ってみるとこうです。中央部分に島式ホームセットを置いてます。そして手前側が S248 5連、奥側が R481 を接続してホームを挟み込んでますね。ただこのホームは最適なものではないんで、ちょっと曲線部分スペース空いてますけど、今回はこれでいきます。さらに寄ってみます。謎の塗り替えた島式ホームが乗ってますけど、真上から見ると列車も屋根しか見えないんで、下から覗き込む方がかっこよく見えそうやね。多分この駅は新幹線の方が合うと思うんですけど、手持ち新幹線そんなにないんで黒潮2編成並べてます。じゃあなんか辻詰まってないところいっぱいあるんですけど、ぐるっと走らせて終わりましょう。では行ってらっしゃい。
はい、なんとかぐるぐる走ってますね。まあ、走るのは当たり前なんですが、やっぱりこの駅は新幹線の方が似合うような気はします。でも単調な高架のエンドレスよりも駅が入ることで一気に都市感は出ますね。大きいジオラマにこれがあるとインパクトありそうですね。ただ新幹線が止まるような駅にするってなるともっと全長拡張しないとダメなんで、お家でそれやるのは大変そうやね。そんな感じかな。はい、というわけでちょっと長くなりましたが、加藤の高架駅セットを組み立てて伏線効果に組み込んで走らせてみました。組み立て自体はすごい簡単ですが、全体のボリュームはかなりあるね。でっかい窓から覗ける車両がかっこいいですよね。駅のプレートは横にも並結できて、対向式ホームを置けないこともないみたいなんで、いろんな遊び方はできそうやね。製品詳細は動画下の説明欄にリンクを載せておきます。気になった方はそちらをどうぞ。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。今日の関連動画はローカルホームを作るっていうお話と伏線効果の動画載っけときます。一回見たよって方もぜひ再生してみてください。ではさようなら。